国内最高峰のモータースポーツ全日本ラリー選手権の第5戦が安中市で初めて開かれ、碓氷峠の国道18号旧道を舞台に国内トップクラスの選手らが熱戦を繰り広げました。全日本ラリー選手権は北海道や九州などの会場で合わせて8戦を通して争われるものです。県内での開催は2年ぶりで、安中市が会場になるのは初めてです。発着地点の安中新組スポーツセンターではスタートセレモニーが開かれ、岩井市長らがフラッグを振り、出場する70台のラリーカーが次々とスタートを切りました。ラリーは1台ずつ時間を置いて出発し、2日間の走行タイムを競います。伊勢崎市出身で選手権の優勝経験を持つ新井俊弘選手と新井弘樹選手も親子で参戦しています。国内最高峰のラリーを観戦しようと、会場には地元の家族連れやモーターファンが早朝から駆けつけました。地元でね、やってもらえるなんてこんな楽しいことないですよ。碓氷最速を目指してね、頑張ってもらいたいですよね。茨城の守谷からどの車もかっこいいですし、今日ちょっとスバルのそのラリーカーとかもちょっと初めて生で見るんで、動いてるのも見てるんですごく楽しいですね。今回の舞台は碓氷峠の国道18号旧道です。メガネ橋の前もコースに含まれていて、ラリーカーは迫力のある走りで熱戦を繰り広げていました。碓氷峠は人気漫画イニシャル D の舞台にもなっていて、国道を使ったラリーは全国でも初めてだということです。この大会は明日まで安中市で開かれています。